木村雲属ヘプテラザーは、蜘蛛綱ハラフシ伏雲下に属するクモの分類群の一つである。木村雲の発見に伴ってその属する群の名として建てられたが、現在では細分されている。主な特徴は、ハラフシ伏雲下のそれに等しい。詳細はその項を参照されたい。下の全体に通ずる特徴から外れる本属の特徴として、糸イイボが4対8個でなく、 後ろ対内側の二つが融合して一つになり、全部で糸イ,イボが七個になっている点が挙げられる。このために木村雲はそれまでの原伏雲類から分けて、進化新族とされた。その時点では、木村雲家には木村雲族のみを含んでいた。その後、木村雲家と原伏雲家は、原伏雲家に統合されてその下で赤の位置に、収まった。他方で木村雲族は、 沖縄産のものについて、沖縄木村雲族来シーラが建てられ、さらに中国産のものが分けられて3つの親族が建てられた。つまり従来の木村雲か、現在の木村雲赤のものは五族に分けられている。それらは主に生殖器の構造をもって区別されている。沖縄木村雲族との区別は以下の通り、本族のものは全て日本産で、九州が九州から、 沖縄本島まで遺書的に分布する。形態はすべてほとんど同じで、正確な同定には、オスではフレシ器官の構造、メスでは姿勢生殖器の内部構造、特に受精能の構造に売らなければならない。種名と分布一は以下の通り、順番はおおよそ北から南に並べた。ヘプテラザー・キムラグモ属以下、主たる部分は、オノ P78 から83。 内田監修 P272 ありがとうございます。